YouTube を聞き流ししながらお掃除をします。シェアハウスの共用部分は週に一度メイドさんが来て掃除してくれるので、お掃除をする場所は自分の部屋だけとなっています。楽ちんでとっても便利。クイックルワイパーを使っていますが、備え付けの掃除機もあります。引き続き YouTube を聞き流ししながら、今度はヨガをします。だいたいこの時の聞き流している YouTube はビジネス系や物申し系を聞いています。ヨガは以前ジムに通っている時に習っていました。もう随分前なので、これが本当に正しいのかちょっと微妙です。だけどこれをやるとやらないのじゃ体の疲れが全然違う。なのでなるべく毎日ヨガをしています。ちなみにフローリングに見えるこの床ですが、フローリングの柄になっているシートが貼ってあるだけです。これが少し柔らかくてヨガがするのにちょうどいい。ただ残念なのは、この床が長時間長く重たいものを置いておくと跡がついてしまうということです。出るときに怒られる気がして、なかなか重たいものを床に直接置くことができません。もともとは本物のフローリングの床だったと思います。新しく塗り直すにはお金がかかるから、多分シートを貼った方が安かったからこの状態になってるんだと思います。まあ冬場はあったかいし、まあ便利といえば便利です。野良猫は何でも実用性重視のちょっと残念な女の子です。次はランチの支度です。休みの日なので簡単に済ませたい。作り置きを兼ねて白菜の浅漬けを作っていきます。まずは適当に食べやすい大きさに切ります。切り終わったらザルに入れて、洗います。水を切ったら味付けをします。ジップロックに白菜を入れます。ごま油を適量入れて、塩昆布も適量入れて、ごまを入れます。締めてよく揉みます。特売で買った冷凍のチャーハンと即席味噌汁、格安です。お着替えタイム。
ちょっとお出かけをします。作品撮りをするのに小道具を買いに来たんだけど売ってなかった。 Amazon で頼もう。夕日を見ようと思ってお気に入りの場所に来たけど、ここもなぜだか混んでいた。土日は外に出ると人が多くてなんだか嫌になっちゃう。お家に戻りまして、作品撮りする予定の演目の確認をします。以前やったものだけど、しばらくやっていないので、内容の確認とセットリストの見直し。ちらちら見ているのは野良猫の台本ノートです。ここに演目のセリフや効果音の指示など書いてあります。セットリストは最近上げた動画の中にはないものが多かったので、これでいいかなと思いました。しばらくやっていないので覚えているかどうか確認をします。忘れているところがあったので楽譜で確認しようと探してみたけれど、なかなか楽譜が出てきません。楽譜の整理がちゃんとできるようになりたいなといつも思う。休みの日だからといって野良猫の行動パターンはあまり変わらない。いつも練習したり演目作りのことばかりを考えている。休みの日に引きこもってギターばかりやって寂しいやつかと思うかもしれませんが、私にとってギターは恋人のようなものです。恋人とまったり過ごせるなんて、なんて幸せな時間だと思いませんか？できれば毎日こうやって好きなことばかりして暮らしていきたいと本気で思っている。内容の確認はできたので作品撮りをしたいと思います。お目当ての会場もあり、そこもしっかり予約をして収録したいと思います。その様子はまた動画であげたいと思います。もちろん作品も撮ったものも YouTube にアップさせていただきます。380円で頭皮のマッサージをする機械を買ったんです。お友達が毛が生えるシャンプーを使っていて、私も年も近いし、なんか頭皮にいいことした方がいいような気がして買ってみたんだけど、なんとも言えないこの感触。首のコリも一緒に取れそうな感じです。これでツヤツヤふさふさの髪を維持していきたいと思います。本当に何とも言えない感触。その感触はこの顔で想像してみてください。